こんにちは。リモートワーク研究所、池友です。本日は、資料作成の新時代。資料作成 AI、ガンマの使い方と題してお届けします。ガンマ、12月頃に出ていて、結構前から話題になっており、知っている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、プレゼン資料や、あとウェブサイトを自動的に作れる AI になります。で、これが相当進化してまして、実践に耐えるぐらいになってきたので、今回ご紹介したいと思います。中身に行く前に、まずは実際どんな風に AI で作られるのか、びっくりするので、見てもらいたいと思います。いきますよ。まずプレゼンテーション資料を作りますと。これスタートですね。チャット GPT の、おけるインパクト。例えば、テーマを入れます。さて、そうすると内容の概要を作ってくれます。また、日本語ですね。コンティニューとして作っていきましょう。デザインの方向性で、まあ、今回ちょっとこう、なんていうんですかね、デジタル的なこのデザインを選ぶと。すると、どんな風になるかというと、ここからすごいですよ。なんと、AI が資料を作ってくれるんですけれども、このような感じで、リアルタイムに作ってる様子がわかり、ガンガンこんな感じで資料を作ってくれます。何がすごいかっていうと、これ今回、チャット GPT の中小企業におけるインパクトとしか入れてないんですよね。もう内容も含めて全部勝手に作ってくれまして、まあ、しかも適切な画像であったりとか、必要な素材なんかも勝手に持ってきた上で、資料の素案を作ってくれちゃうと。で、もちろん内容は今、ラフに作ってくれているので、これだけでは完全には使えないんですけども、この内容を、なんと、パワーポイントで落として、自分で編集したり、この画面上で編集して、より良くすることができる。こんな感じのツールになります。実際、いきなり100点満点が出ることはないんですけれども、十分に実用に足るぐらいのレベルになってきてるかなと思うので、非常に面白いと。いうことで、これからご紹介していきます。で、今日の内容ですけれども、まずこのガンマってどういうツールか改めてご紹介します。続いて、ガンマの登録方法。最後に使い方として、基本的な使い方をご紹介したいと思います。このチャンネル、リモートワーク研究所は、リモート時代、AI 時代に必要なツール、ノウハウ、最新情報をビジネス視点でお届けしている YouTube チャンネルです。関心がある方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。では、まずは、ガンマってどういうツールか、簡単にご紹介したいと思います。ガンマですけれども、2020年に創業されたスタートアップでして、2021年に700万ドル、今の日本円で言うと10億円ぐらいですかね、を調達されています。2023年にも調達動いているようなんですけれども、金額が書いてありませんでした。で、どういうツールかというと、プレゼン資料やウェブページをさっきご覧いただいたように AI が自動作成すると。ウェブページなんかにおいては、作ったらこれを URL で共有できまして、しかも結構かっこいい LP、もしくはプレゼンテーションモードでその場で伝えるということができるので、まあいろんな活用シーンがありそうだなと思っています。また、作った後に、これ結構すごいんですけど、生成したものを AI と会話しながら資料のアップデートができると。これ後ほど使い方でご紹介したいと思うんですけれども、非常に面白いです。でもこれどういうものかっていうと、以前、マイクロソフトのパワーポイントがチャット GPT、マイクロソフトはコーパイロットというふうに言っていますけれども、コパイロットでこの画面の右側のように AI と会話しながら資料を作っていく。こういう動画、以前の動画でご紹介しましたけれども、これにもう非常に近くて、これをもう実践して実際に使える状態になっているのがガンマというふうなイメージかなと思っています。もちろん、まだまだ内容が荒かったりであったりとか、すべてができるわけではないんですけれども、かなりこれに近い体験がすでに一定の実践レベルで使うことができるので、早めに慣れておくと、パワーポイントに移行するという時もスムーズかなと思いますし、パワーポイント以上にすぐにウェブページで共有できたり、もうすでに一つの営業のツール、マーケティングのツールとして使えるレベルではありますので、早めに使っておくと、このパワーポイントの前にこんなことできちゃうんだということで、差別化の要素になるんじゃないかなと思うので、ぜひこの動画を見てすごいなと思った方はお試しいただければなと思います。では気になるお値段というか、いくらぐらいで使えるんですかということなんですけれども、実は無料で結構使えちゃいます。無料で400クレジットと書いてあるんですけれども、1回 AI で枠を作るのに40クレジットで、編集中に AI と会話するのに10クレジットというのが現状の単位になりますので、ざっと作るだけであれば5資料ぐらい作って、ちょっと AI での編集を試してみる。みたいな無料でも結構トライができるので、まずはぜひトライしてみてください。で、私これ右側の有料版に行ってるわけなんですけれども、有料版今ですね、月額だと20ドルぐらい、年間契約にすると16ドルぐらいで使うことができまして、こっちに入っておくと AI クレジットはなくなって、いくらでも試せますよ、ということになります。まあ月額でまずは入ってみて、実際いろんなことを試してみた上で、まあ今一緒だったらやめる。で、選択肢もあると思いますし、まずはスターターで入ってみた上で試してみてもらって、使ってもらえたらなと思います。さて、ではですね、ガンマの登録方法。私自分の方は有料化しちゃってるんですけれども、もう一回新しい無料アカウントで登録をしてみようと思うので、流れ一緒に確認していきましょう。
で、まずは Google 検索でガンマーと検索すると、このページが出ます。YouTube の概要欄にもちろん URL も貼ってありますので、そちらからご覧いただいても大丈夫です。ガンマというと、このボックスっぽいですね、ロゴがあるページになりまして、こんなカラフルなページが出てきます。サインアップフォーフリーと、まずは無料で試してね、という話がありますので、無料で試していきましょう。Google アカウントか、E メールで登録することができます。今回は E メールで登録したいと思います。E メールを入力してもらうと、メールが届きますので、自分のメールアドレスに行きます。するとこのようにガンマからメールが来ているので、ベリファイ、まあ、確認ですね。自分のメアドを確認というところで登録をしていきましょう。で、パスワードを適当に入力します。するとアカウントができました。ワークスペースの名前は適当でいいかなと思うので、まあ、ひとまずともひろいけらずワークスペースという名前でいきたいと思います。また何で使うのか、まあ、今回パーソナルユースにしておきましょうかね。で、コンサルタントですよと。コンテニューと。すると、一番最初にデモとして、さっきご覧いただいたプレゼンテーションを作る画面になりますので、ここで作っていくことができます。作らずにホームと押すと戻ることができまして、ホームで戻ると、New with AI のガイデッドで同じページに行くことができます。一旦ここで登録は終わりになりますので、登録終了としたいと思います。さて、登録は非常に簡単でしたね。ということで、ここからは使い方、いくつかご紹介したいと思います。で、まずはですね、活用、作るパターンが2つあります。1つは、さっきのガイドのように、もう完全にブランク、ゼロからスタートしていき、ナビゲーションに応じて作っていくと。で、最初にテーマを決めると、骨子を作ってくれるので、その骨子をさっきの資料にしていく、ガイデットというものがあります。もう1個は、かなり細かく自分でプロンプトであったり、内容を指定した上で、テキストトゥデックという方法でやっていく。この2つのパターンがあります。それぞれご紹介したいと思います。まずはこの New with AI と押しまして、ガイデッド、これが最初の一番この動画のデモでやったパターンでして、まずはどのパターンにするかを決めていくと。さっきプレゼンテーションやったので、次はウェブページに行きたいと思います。でペーマで例えば AI のビジネスにおける価値活用方法といった形でテーマを入れると。で、これテーマを入れると、このテーマに応じた内容の骨子ですね、こんな感じで箇条書きで作ってくれます。で、これもちろん足すこともできまして、例えば AI のビジネスの価値、成功事例、現在の AI 市場、必要なスキル、手順、リスク、AI を活用するためのポイントとかですね、例えば。適当に足しまして、で、これ言語で日本語、英語なんかを選ぶことができます。コンティニューと押すと、資料を作るのがスタートします。で、デザインはですね、さっきのパワーポイントと同じように右側から選ぶことができます。じゃあ今回はちょっとまた趣を変えまして、爽やかな空っぽい感じ。いや、こっちかな。ソフトクラウドに行きたいと思います。さて、押しますと、このように AI 生成のパターンに行きまして、今回は資料ではなくて Web ページというふうになっているので、まあ、実はですね、資料でも、プレゼン資料でも Web ページでも、もしくはドキュメントでも、大きな構造としては、こうブロックがあって、ブロックごとに作っていくということで、実は大きなところは変わらずに、まあ、ちょっと見え方が変わるというだけではあるんですけれども、まあ、この Web ページというふうに作っていくと、よりこう LP のような感じで、ページが自動的に生成されてきます。いやまあでもこれでも十分にすごいですよね。もう中身一切いじってないですからね。今パッと思いついたキーワードで、とりあえず内容を作ってねって言ったら、こんだけ作ってってくれると。このしかも作ってる様子がすごいですよね。AI が自動的にジェネレーティング、生成したやつをまさにこういう感じで作ってると。まあ実際の裏側で作ったものを実際見え方として変えてるだけかなとは思うんですけれども、このプレゼンテーションが素晴らしいですよね。いきなりパンとできるんじゃなくて、過程としてこんな風にできていきますという風に出ていると、やっぱりすごく自動生成されてる感じがするので素晴らしいなと思います。まあこんな感じでページを作るのが先ほどのパターン1のブランクから全部作っていくというものになります。内容の編集は後ほどしますので、ちょっと左上のこのホームボタンみたいなものがありまして、ちょっと見えてないな。この左上にですね、ホームボタンっぽいのがありまして、この左上を押しますと、ホームで前のページに戻ることができます。ちなみにリロードしまして、ちょっと一応左下にこれ、クレジットって書いてあるところを触れておきたいんですけれども、このクレジットが今360って書いてありますが、先ほど申し上げた無料版の場合のクレジットになります。で、有料化すると、さっき申し上げたように、使い放題になりますので、まあ、使い切ってしまって、もっと試したいなという方の場合は、これを押して、ここから有料登録をしてもらえばなと思います。さて、もう1パターンがありまして、次はもう1個これです。New with AI として、テキストトゥデック。テキストトゥデックと押すと、指示と中身のコンテンツというのを分けた上で、もう少し詳しく作っていくことができます。
で、これ右側にフォーマットでプレゼンかドキュメントかウェブページかというものが書いてありまして、あとイメージライセンスで商用利用可能かどうか、普通に使えるか、オールイメージ何でもいいかというものを作ることもでき、有料の場合は、これ今5000文字って書いてあるんですけど、1万文字まで拡大するアドバンス、まあラージというような文章量を増やすこともできます。で、実際これ入力をしてみますと、こんな感じで入力をしていきたいと思います。で、結構ですね、これチャット GPT と同様で、こんな感じで、まあ、資料は日本語で作ってね、と。一つの見出しを1スライドにしてね、と。で、作りまして、これ実際私が使ってみた、箇条書きで内容を作っていくと。もっとこれ中身を足してもいいんですけれども、ちなみにこれ全部完全にコンテンツは反映されなくてですね、結構勝手に解釈されちゃうので、まあ、チャット GPT も同様ですけれども、なんていうんですかね、作り方というか、AI の解釈力が高い分、勝手にやられちゃう度合いも多いので、まあ、後から編集しなくちゃいけなかったりとか、作った上で編集していく方が今時点では良さそうだなという印象を持っています。で、右下に、ジェネレートというボタンがこれですね、右下にありますので、これを押していきます。これちなみに40って書いてある、ちょっとちっちゃいですけども、右下に40ってこれ書いてあるんですけれども、この40っていうのは、先ほど申し上げたクレジット40使うという話になります。作るとどうなるか。またデザインを選びます。じゃあ今度は黒っぽい感じにして作っていきたいと思います。まあ、これさっきの完全自動 AI と、まあ、よりもよりこうガイドを詳しくですね、どういうふうに作ってほしいかとコンテンツ内容というのを指定できると。あとは画像をどれぐらい使っていいかと、その商用利用だけにするのかってことを指定できるというまあ差分ではあるんですけれども、まあ、こんな感じで作っていくことができます。もう自動的にやっぱ作られてる感じがすごいですよね。なんか AI 使ってるって感じがして、これがこのツールの、まあ、すごく革新的なところというか、新しい感じがする。すごそうな感じを演出として出してくる。というところですごく素敵だなと、面白いなと思うところではあります。作業も早いですよね。もうほんと1分ぐらいで、ざーっとこのぐらいのレベルの内容を素案として作ってくれるので、まあ、とか直していって使える。後ほどの共有の方法とかダウンロードは触れたいなと思うんですけれども、こんなことができたりします。ということで、2つの活用パターンで、まあ、ほぼゼロから作っていくパターンと、もうちょっと指示を具体的にして、コンテンツの内容とかある場合に作っていくというパターンになります。続いて、3つのアウトプットパターンで、プレゼンテーション、ドキュメント、ウェブページというものがあります。で、これ実際にはですね、どのパターンで作っても、実はパワーポイントで出力もできますし、すごくなんていうんですかね、こう、完全に違うものというわけではないんですけれども、プレゼンの方が画像多め、ウェブドキュメントの方が文字多めという感じになっているようでして、ちょっと実際に同じもので作ったやつを比較して見てみたいと思います。はい。では、これがですね、ウェブ、プレゼンテーションで作ったものになりまして、プレゼンテーションの場合は、もうこうやって分かりやすく枠で、まあ、1スライド1コンテンツみたいな感じで入っていきます。また、こう、図解であったりとか、イメージをなるべく使っていくという方法があります。ちょっとこのスライドというか、パターンはそんなに画像多めではないですけれども、画像多めで作ってくれるのがこのパターンになります。続いて、ドキュメントですね。ドキュメントの場合は、実はドキュメントの場合にも、こういう感じで枠はあるんですけれども、まあ、文章多めで、あんまり画像が入っておらず、ちょっとこう文章っぽい感じになっています。続けて、ウェブページ。ウェブページの方が、境目がちょっと不明確になっていまして、まあ、こんな感じで、まあ、画像とかこういうよくある、なんていうんですかね、3つの枠があって、画像があったりとか、配置する感じになっていると。で、こんな感じが違いになるんですけれども、まあ、見てもらってわかるように、違うっちゃ違うんですけど、まあ、めちゃくちゃ違うかというと、結構近いっちゃ近いという感じになります。ただ、プレゼンテーション資料の場合は、プレゼンモードの方が、後からパワポでエクスポートしても自然になるかなと思いますし、まあ、一方で、ウェブページで出す場合には、これで出してしまうと、まあ、露骨に資料みたいな感じになってしまうので、まあ、提供するというか、使う用途に応じて、このパターン使い分けていく、という感じになるかなと思います。続きまして、編集ですね。これが面白くてですね、まあ、AI 以外にもいろんな編集の方法があるんですけれども、特にこの AI 編集が醍醐味というか、価値かなと思うので、これ実際に試してみたいと思います。今作ってるスライドがありまして、まあ、こんな感じであるわけなんですけれども、今これページを選択しています。ページを選択した上で、右側にいろんなこう編集のコンテンツがあります。例えば、カードテンプレートでこうやって持ってきて入れたりとかですね。レイアウトオプションでテーブルをここに入れたりとか、まあ、こんな感じでもともとあるビジュアルテンプレートを入れたりとか、まあ、いろんな編集ができるんですけれども、まあ、これはよくあるじゃないですか。この右上のですね、エディットウィズ AI、これですね。
これが面白くてですね、右側にチャットが出てきます。ここで、今、スライド AI エディティングというふうに出ているわけなんですけれども、このスライドに対してどんな風にしたいのかという指示を送ることができます。例えば、これ右側に例があるんですけれども、Give me a more exciting way to say this というふうにやると、こんな感じで、新しいパターンをですね、作ってくれます。ちょっと今回英語になっちゃったんですけれども、ちょっと日本語で画像を追加。まあ、こんな感じで画像を持ってきてくれて、ここにこうやって持ってったりとかっていうことができたりします。あとは内容を拡充して。このような感じで AI と会話しながら、このスライドをどうしていきたいのかということをやると、こんな感じでサジェストしてくれます。で、ちょっとこの内容はね、いまいちかなと思うんですけれども、オリジナルとサジェストバージョンをこんな風に比較していきながら編集をすることができると。例えばこっち側に、要素を足して。で、この一個一個のインタラクションがクレジットとしては10クレジット消費するので、まあ、たくさん使っていくとかなり数がなくなっていくので、まあ、必要だったら、なんですかね、有料版にしていくという感じですね。サジェスト版とオリジナル版と。こんな感じになっていきます。今スライドを変えまして、別のスライドで依頼をしています。まあ、ちょっとこれもいまいちですかね。まあ、ちょっとね、内容が当然全て完璧ではないんですけれども、このように普通に内容を編集したりとかするだけではなくて、 AI を横に置いた上で、まあ、いろんな指示をしていくということができることによって、より自分だけではない編集ができるので非常に面白いなと。で、パワーポイントがまさにこういう風になっていくということを出しているわけなんですけれども、これを先んじて体験できるのがすごく面白いなという風に思っています。続けてシェア&エクスポートですね。シェアは URL でシェアしたり、エクスポートは PDF やパワーポイントですることができるので確認していきたいと思います。まずですね、これ画面がありまして、右上の方にシェアっていうボタンがありますので、シェアボタンを押します。するとこんな感じで人を指定してアクセスを提供するということもできますし、あとはシェアパブリシティとしてチェックを押すと、みんなが共有できる URL を取得できて、 URL コピーしてこれを押して URL に貼り付けますと、こんな感じで共有用の URL を確認することができます。またこれ共有用の URL の場合には、どのパターンでも右上にプレゼンテーションモードになります。プレゼンテーションモードを押すとこんな感じで、マウスのですね、カーソルキーで右とか左を押すと画面をこんな風に戻すことができるので、まあ、キャンバでも似たようなビューモードがあるかなと思うんですけれども、このような確認をすることによって、内容を、伝えることができますと。で、このビューモードは結構 URL 共有してあげたりとか、誰かに何かを伝えるときに軽くこういうのを作って渡してあげると、普通はテキストであったりメールであったり、まあ、よくて PDF 資料かなと思うんですけれども、だいぶ印象が違うんじゃないかなと思うので、今後のコミュニケーションの一個としてこれ使えるんじゃないかなというところで、個人的にもいろいろと模索をしていこうかなと思っています。さて、続けてですね、シェアのところでもあるんですけれども、エクスポートですね。このエクスポートというのを押すと、PDF と PowerPoint で落とすことができます。まあ、PDF は想像通りかなと思うので、PowerPoint をしてみたいと思います。PowerPoint で落とすと、まあ、当然 PowerPoint ファイルがダウンロードができるわけなんですけれども、今ダウンロードができまして、PowerPoint ファイルを開いています。で、これ今ダウンロードしたパワポファイルを出しているんですけれども、まあ、こんな感じで、ちょっとフォントがね、若干ウェブで見るよりは、入ってなかったりすると、使いにくかったりするわけなんですけれども、それなりの精度で、こんな感じでパワポイントファイルに落としてくれるんですね。ってことで、パワポに落とした上で、最後は自分のパワポにガッチャンコしたりとか、パワポ上で編集するということは現実的にできるレベルの形で落ちてくるので、まあ、これによって素案をこっちでガンバで作った上で、編集はパワポイント。まあ、さっきの UI 上でやってもいいんですけれども、パワポ上でやってもいいというところで、これはかなり応用性であったり、今後の可能性を感じる出力、活用方法かなと思っています。
ところで今回はガンマというツールに関して、使い方であったり魅力なんかをお伝えしてきました。最後にですね、今回の動画とはまた別なんですけれども告知をさせていただければなと思います。まずですね、生成 AI、まあ、今回のガンマもそうですし、それ以外のチャット GPT であったり画像生成だったりも含めてどうやって業務で使っていくのか、こんなことも支援をしています。業務を分析した上でご提案したりとか、プロダクトを実際に作ったり研修や講演、こんなことをやっているので、関心がある方は YouTube の概要欄をご覧いただいてお問い合わせいただければと思います。また動画ですね、まあ、チャット GPT なんかを中心に使い方であったりビジネスでどんな風に取り入れるのかであったり、最新のニュースなんかをどんどん出しているので、ぜひ、動画一覧見ていただきまして、面白そうだなとか使えそうだなとかいうものがありましたらご覧いただければ幸いです。最近ちなみにハマっているのはチャット GPT のアプリでして、結構アプリが便利でですね、音声入力の精度が高くて、なんかその疲れてて考えたくない時とかにチャット GPT のアプリ使うと結構仕事であったり思考を進めることができるんですね。まあ、このように、まあ、現実的にやっぱりみんなこう人間ですし疲れたりとかやる気ない時がある中において、 AI をどういう風に使うとより一歩進めるのかみたいなことはすごくいいハックだなと思っていて、こんな動画を紹介したりもしています。ということで、今回の内容は以上になります。このチャンネル、リモートワーク研究所では、リモート時代、AI 時代に必要なツール、ノウハウ、最新情報を実践的なビジネスの視点でお届けしていますので、ぜひ、興味がある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。また、ガンマ使ってみたであったりとか、こういう使い方があるんじゃないか。かなりガンマ期待できるツールかなと思うので、皆さんの体験であったりとか、活用方法があれば、ぜひ教えていただければ嬉しいなと思います。それではまたお会いしましょう。リモートワーク研究所では、リモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。